なぜかおかしいところがあるような。重曹ウサギ、イデアの種はあとどれくらい残っていますか？数え間違えていませんか？なるほど、最初から誰かさんはチートしているんですね。シャニアテの清潔の反面は崩壊エネルギーの影響を強める一つの観念です。仮に彼女がこの世に初めて生まれたイデアだとしたら、シベリアが見捨てられた地になったことを天命とネゲントロピーが知らないわけがありません。第二次崩壊は逆に彼女の盾になったんでしょうか？でも断りの律者をやっつけるために、彼女は自分の過去という切り札を知られてしまいました。ではブローニャが今しなければならないことは、つまり、ブローニャは歴史から彼女の隙を見つけ、作戦を改善しなければなりません。何か方法が、全てを終わらせる方法があるはずよ。滅ばない存在なんてない。もう一度試してみましょう。やはり前に見た通りです。記憶の主が死んだら物語も終わる。そしてブローニャはいつもウサギの視点で関わっています。